岡本さんは今回のコロナでね、とっても素晴らしい提案を国会でしてくれました。自衛隊の皆さんにお願いをして、東京や大阪の大都市で大規模接種会場を作って接種を後押しすべきである、これを国会で提案したんですよ。だから政府は直ちにそれを作りました。どんどん予約が進んで接種が大幅に進んだわけです。今全国の平均は2回目接種終わった人が 68% に及びましたね。これも岡本さんが大規模接種会場を作って、そして一歩加速化の道を開いてくれたからできたんです。岡本さんと一緒にやってきたことでね、いろいろありますけど、一つだけ防災減災の備えもしっかりしなきゃいけないということなんです。この荒川沿い、ここはね、台風19号でもう氾濫寸前のところまで行ったわけです。かろうじて助かったのは埼玉県、ね、上流に大きな貯水池ができていたからなんですね。その貯水池の整備を岡本さんは率先して公明党の国土交通部会長としてこれを進めてきた。舎人ライナーの脱輪もね、素早く手を打ってバスで皆さんが行き来できるようにしましたでしょう。そういう岡本さんのその目の付けどころが早い、行動力が早い、これを国政の場でどうか生かさせていただきたいのであります。行動力抜群、そして皆さんの声をしっかり聞いて優しく丁寧にことを進める岡本三成、これからの日本、これからの公明党を担う岡本三成を勝たせてください。接戦をどうか勝ち抜かせてください。何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。岡本大勝利、大勝利に向けて皆様のどうかあと一歩、あと一歩送り出していただきたい。